はい、ご覧いただいておりますのがこの第1レース1番車で登場となります。地元の北井勇気選手の表情、ちょっとやはり緊張感が伝わってきますかね。なんか1レースの1番車を任されたっていうのもなんかありますかね。地元ホームバンクの、ね、選手となりますけれども、ちょっと気持ちが伝わってくるようなレース、そして松谷選手の表情もご覧いただいております。この松谷選手がかますかというところで、3番1番が現在締め切り直前のオッズ一番人気のところに押されていました。しっかりとアシストしてラインで決めていきたいところですね。まあ、地元3社揃ってというところで、3番手には今も入ってきましたかね、佐々木龍選手もご覧いただいておりました。あとは駒切れ戦2番車橋本優輝選手や5番稲毛選手、6番門田選手からもそれぞれラインができていました。さあ最後、北井選手がバンクに入っていきます。それでは第1レース実況、久保山義太郎さんでご覧ください。ご来場のお客様、そして全国の競輪ファンの皆様、おはようございます。いよいよ始まりました第77回日本選手権競輪のアベマ湘南番組です。誰もが欲しいダービー用の称号をつかむのは誰になるのか、タイトル獲得を目指す強者たちの戦いが始まります。新たな伝説が生まれるこの地で見せるスター選手たちの華麗な走りをどうぞたっぷりとお楽しみください。競争は第1レース1次予選競争です。距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーをご紹介いたします。1番地元ホームバンク北井勇気、2番岐阜橋本勇気、3番地元神奈川松谷秀幸、4番香川池田紀明、5番和歌山稲毛健太、6番愛媛門田涼、7番和歌山四季尾拓也、8番石川小坂井浩二、9番地元神奈川佐々木龍、以上のメンバーによる対戦です。雲一つない快晴となりました。気温は現在21度、湿度 30%、 風は南東の風1メートルと発表されました。バンク内はバック追い風となっています。これ以上ない最高のコンディションとなりました。初日のアベマ湘南バンクです。発走いたします。構えての号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第一レース一次予選競争スタートです。さあ日本選手権始まりました。大外から9番の佐々木龍が上がっていきます。前に入ります。内から1番北井勇気です。地元勢前を取っています。2コーナー続いて5番車は稲毛健太、6番門田涼、インコース2番橋本勇気、4番池田紀明、7番佐々木龍が上がって、3番車は松谷秀幸、そして四季尾拓也が中段5番手あたり、8番小坂井浩二がいて、最後尾4番池田紀明、4コーナーを待っています。先頭1番地元北井勇気です。ダービー初日1レース1番車に抜擢されました。過去の大会を見ていますと、初日1レース1番車の選手は皆持ち味を出し切って3着以内に入るレースが続いています。気負いなく赤番からハードワークしていく1番車北井勇気、後ろでしっかりとガードするファイター松谷秀樹、2番手3番手固める9番佐々木龍、ダービー初出場1番3番9番地元トリオ、5番の稲毛健太、中段4番手和歌山の機動力タイプマーク、7番車和歌山四季尾拓也、5番7番は岡山コンビ、続いて2番車岐阜の橋本勇気です。ダービー初出場、昨年後期に G1 デビューした橋本勇気です。後ろは8番車 G1 初出場石川小坂井浩二、2番8番中部勢、第3周回の1コーナー候補待機8番手が6番の愛媛門田涼です。2年連続2回目のダービー、昨年の前回大会は1乗戦は2着でした。後ろは4番車ベテラン香川池田紀明、6番4番は四国勢です。周回は第3周回3コーナーから2センター、地元勢は3人前段です。さあ動いたのは6番車門田涼です。
4番池田紀明マーク、6番4番四国の2人が上がっていく。1番北行きがこの動きを見ています。さあ突っ張るか、北行き突っ張る、赤番通過、一旦突っ張って北行き、6番車の角田亮は一旦下がります。2コーナーからバックストレッチ、先行意欲満々、1番北行きです。後ろは3番の松谷秀幸、そして9番佐々木龍、ジャンで吹かす1番の北井由紀です。さあペースを上げていきます。1番3番9番地元トリオ、中段4番手は並走です。6番のここは門田亮が4番手外並走、内に5番車の稲毛健太が4番手確保。今第2コーナーに向かっていきます。2番車の橋本由紀はまだ8番手、2コーナーからバックストレッチ、飛ばす1番北井由紀かかっています。ここから2番車新鋭橋本由紀がまくってきた。現在4番手から3番手に迫るいいスピードで2番の橋本由紀上がってくる。これを牽制する3番松谷秀幸、1番北井由紀粘るも2番車の橋本由紀が伸びた。2番8番中部勢ワンツーです。怒涛の反撃、橋本勇気地元勢を捉えました。2番8番3番あたり走路は異常なしです。それでは1レース1次予選競争リプレイをご覧ください。橋本勇気の見事なまくり勝ち、地元勢を捉えて1着ゴールです。スーパースローをご覧ください。小坂井浩二を引き連れてチューブの2人番通、3着3番松谷秀幸が入っているようです。この後の正式決定までお待ちください。1レースの模様でした。はい、第1レース SQ1 次予選をご覧いただきました。この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。橋本選手ラインのまくりが決まったでしょうかね。期待選手、眉毛突っ張っての主導権となったんですけれども、この辺りがどうでしょうか。ゴール戦通過としては2番8番3着に3番松谷選手という体勢に見えたんですが、この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。第1レース S 級の1次予選ご覧いただきました。バンク内では第2レースの選手紹介が行われています。この第2レースも S 級の一次予選、メンバーが1番栃木の天貝一樹選手、他ご覧の9選手によって争われます。発送予定時刻は11時15分、電話投票締め切りは11時12分、民間ポータルサイトの締め切りが11時10分となります。この後の時間ご注意ください。選手紹介の模様をご覧いただいておりますが、またこちらは後ほど VTR で並び確認していきます。決定。1着2番、2着8番、3着3番。平塚競輪1レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式263,310円、枠番連勝単式265,330円、車番連勝複式2番8番3,900円、車番連勝単式2番8番6,040円、3連勝複式2番3番8番8,690円、3連勝単式2番8番3番26,010円、ワイド2番8番2,420円、2番3番740円、3番8番2,050円。以上でございます。そう、続いていきますね。ご覧いただいておりますのが人気の中心、2番車熊本の神奈川泰斗選手ですね。前回も完全優勝を果たして今シリーズこのダービーに乗り込んできています。集中している様子でしたね。人気に応えていきたいところ、そしてその番手には9番車井上雅樹選手。この平塚ではグランプリの優勝もあってというところでお話も伺っていきましたが、川塚というところでももちろん人気のところになっていき、なっていますね。まずはしっかりと続いてここラインで決められるかどうか。ただお話にもあった通り、その他が栃木ラインとあと岐阜ラインで、それぞれで
こう同権でラインを組んでいくというところにポイントがありそうですね。スタートも早い一番車天海一樹選手。さあここはどんな組み立てとなっていくでしょうか。はい、ご注目いただければと思います。それでは第2レース S 級の一次予選、ここからは実況でご覧ください。第77回日本選手権競輪初日のアベマ湘南バンクです。気温は1度上がって22度と発表されています。風は南東1メートル、バック追い風です。競争は第2レース一次予選競争、距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番栃木天海一樹、2番熊本金賀泰斗、3番岐阜志田龍生、4番栃木金子幸寛、5番徳島湊誠一、6番岐阜山口大輝、7番栃木磯田明、8番岐阜川口幸太郎、9番長崎井上雅樹、以上のメンバーによる対戦です。3分戦となりました2レースです。花がタイトと志田流星、将来性豊かなこの2人の対戦、気は違いますが同学年のこの2人です。どんな資料を見せますか。栃木勢にもラインができます。発送いたします。井上雅樹、花がタイトマークの競争です。体制完了しました。号砲になりました。第2レース一次予選競争スタートです。まずは内から間が一樹、真ん中から2番金賀泰斗、ここは金賀泰斗前を取ったようです。続いて5番は湊誠一、下がって1番天海一樹、外から上がる9番井上雅樹、3番志田流星、8番川口幸太郎、6番山口大輝、岐阜勢アウトコースから上がる4番金子幸寛、7番は磯田明です。第3コーナー前段は九州勢、前を取って2番熊本金賀泰斗、2年連続2回目のダービー、前回大会は準決勝進出、3月のウィナーズカップ準決勝は脇本雄太に土をつける金星を挙げています。タレント揃いの若手九州勢の筆頭格、2番金賀泰斗、マークは地元や長崎の井上雅樹、9番車九州の実力者金賀泰斗マークです。5番の徳島のベテラン湊誠二が九州勢の後ろ3番手、2番9番5番です。4番栃木金子幸寛は中段4番手、在校時からオールラウンダーでした金子幸寛、マーク1番車ダッシュある栃木の天海一樹、その後ろが7番車同じく栃木磯田明、前の天海一樹は作新学院自転車部の同期同級生です。栃木トリオ中段4番1番7番青番を通過。第3周回1コーナー3番岐阜の志田流星7番手、 G1 初出場、来季初の一般です。岐阜の成長株、1レースの橋本勇樹の走りを見て刺激が入ったことでしょう。志田流星マークが同県岐阜、8番川口幸太郎、続いて6番車岐阜のベテラン山口大輝、岐阜トリオが後方です。後方大輝から動く岐阜トリオです。3番8番6番志田流星が上がります。第3周回4コーナーを回りました。前受け体勢は2番車金賀泰斗です。さあ岐阜勢上がって金賀泰斗後ろを確認、赤番通過1コーナー金賀泰斗引きます。今度は動いていくのは4番の金子幸寛、栃木勢が上がっていきます。2コーナーからバックストレッチ、志田流星は下がって、さあここは栃木勢送り出してジャンです。ジャンが鳴ったところで仕掛けた2番の金賀泰斗が行きます。追走9番の井上雅樹です。4番金子幸寛がここは中段まで下げていくのか、
残り1周を切りました。2番車金型愛と先頭、後ろは9番の井上雅紀、3番手飛びつきを狙う4番金子幸宏、外に5番の港誠二、ここで3番の志田流星のアタックです。志田流星がいいスピードで2番手目で攻める。これを牽制する9番井上雅紀、止めていきます。4コーナー丸、2番車金型愛と先頭、後ろでさばく9番井上雅紀、2番の金型愛と粘るも井上雅紀が追い込みました。2レース1リオ選競争、九州勢ワンツーです。井上雅紀が志田流星を止めました。走路は異常なしです。リプレイをご覧ください。志田流星もいい足で上がってきたんですが、これをしっかりと止めて9番井上雅紀、粘る神奈川タイトをゴール寸前で捉えています。スーパースローをご覧ください。9番2番のようです。3着5番港誠一、この後の正式決定までお待ちください。2レースの模様でした。第2レース S 級の1次予選ご覧いただきました。ゴール前の様子もご覧いただいておりますが、最後は井上雅紀選手がかわしていたように見えました。ここ栃木勢の先行体制の形だったんですけれども、神奈川選手も早めの巻き返しとなりましたね。巻き返しは早かったですね、はい、やはり今の状態と、まあ、それこそ勝ち上がり3人ラインで3人で決まれば、まあ、レース前も話したね、はい、自分が3でも残る2人で1、2着でも3人で上がるっていう、これ調子がいい時なんていうのかな、勝ち上がるんですから、例えばもう3着で勝ち上がっても勝ち上がりは勝ち上がり、そうですよね、先行して、やっぱり抜かれることを恐れないっていう、調子がいいからこそ刺されてもいいやっていう、そういう踏んだ距離の長いですし、いやお見事というで、まあ、それをちゃんとね井上がしっかり志田を止めて、そうでしたね、牽制してね、牽制して、はい、で3番手の港もちゃんと3番手の踏むコースを踏んで、これは前2人を信頼してるから、あのコース中割られないようにっていう位置取りをして、なるほど、はい、井上雅紀さんが全部外止めるだろうという、はい、まあ、ラインの3人でした。はい、決定。1着9番、2着2番、3着5番。平塚競輪2レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番伝承複式26190円、枠番伝承単式62620円、車番伝承複式2番9番190円、車番伝承単式9番2番600円、三連勝複式2番5番9番490円、三連勝単式9番2番5番1320円、ワイド2番9番130円、5番9番380円、2番5番400円、以上でございます。いますね。ここは高位置キープからまくってという形になっていくでしょうか。同県の7番木暮選手を連れてというところですね。やはりこのラインといたしまして、5番鳥取選手、または抵抗してくるであろう9番の岩谷選手、このあたりも、まあ、レースがどう動いていくのか注目になっていきそうです。あとは東北両者、8番佐藤和信選手にもちょっと注目していただいておりました。それでは第3レース、ここからは実況でご覧ください。第77回日本選手権競輪初日のアベマ湘南バンクです。爽やかな初夏の風が午後に心地よく感じられる陽気となっています。絶好のバンクコンディションです。競争は第3レース一次予選競争第3組です。距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番福岡田中誠、2番岡山岩津雄介、3番群馬佐々木勇樹、4番岩手佐藤智勝、5番岡山鳥取優吾、6番広島西迫海、
7番群馬木暮康義、8番福島佐藤和信、9番福岡岩谷拓磨、以上のメンバーによる対戦です。3レースは4分戦となりました。本命はこの人、群馬の佐々木由紀です。強烈なまくり足を持っています。発走いたします。岡山の先行方鳥取雄吾、そして佐藤和信と岩谷拓磨にもラインができます。体制完了です。号砲になりました。第3レース1次予選競争スタートです。3番佐々木勇気が上がって1コーナー、続いて2番岩津雄介、4番佐藤智和、インコース1番田中誠、外から上がる6番は斎佐古海、7番が木暮康義、5番鳥取雄吾、8番佐藤和信、最後尾9番岩谷拓磨です。バックストレッチから3コーナー、3番群馬佐々木勇気前を取りまして、ダービー 初出場の昨年はちょっと悔しい思いをしただけに、今年はしっかりと持ち味を出し切りたいところ。後ろは7番車群馬木暮康義、13大会連続13回目木暮康義、群馬コンビ3番7番2周回目の1コーナー、5番の岡山鳥取雄吾は3番手から、岡山の先行タイプマークベテラン2番岡山岩津雄介、昨年のダービー1次予選も岩津雄介鳥取雄吾をマークの競争でした。タイトルホルダーです。6番広島斎佐古海が中国勢3番手、5年ぶりのダービー斎佐古海、5番2番6番9番福岡岩谷拓磨は現在6番手、飛躍の年となった昨年からさらに成長中の115期生です。 G1 初勝利を誓う今大会、9番車岩谷拓磨、後ろは1番車福岡田中誠、岩谷とは大垣の記念でワンツーを決めたばかり、9番1番福岡勢、8番福島佐藤和信8番手、 G1 初出場です。8番佐藤和信、マークはタイトルホルダー4番岩手の佐藤智勝、8番4番ここは東北勢です。周回は第3周回3コーナーからにセンター、動いた東北勢、8番佐藤和信、4番佐藤智勝が続いて8番4番、前段の位置は3番佐々木勇気、東北線を抑えに行って今赤門を通過、9番の岩谷拓磨を動いていきます。岩谷拓磨が3番手に上がって3番佐々木勇気は3番手に粘っています。同期同伴のこの2人、ここで動いた9番岩谷拓磨、1番田中誠、福岡勢がジャンとともに先行体制、ここで勢いよく飛ばしていくのは5番の鳥取雄吾、福岡勢を叩いていきます中国勢です。5番2番6番中国勢3者が出て中段4番手に引いて9番岩谷拓磨、8番の佐藤和信が5番手、そして8番手に3番佐々木勇気です。今第2コーナーからバックストレッチ、5番鳥取雄吾の先行です。中段4番手からショートまくりは9番の岩谷拓磨、1番田中誠が誠いやいや離れる、2番手で上がるも2番の岩津雄介ブロックする、4コーナー回る、先頭5番の鳥取雄吾粘る、2番の岩津雄介がものにしました。2着3着は3番8番接戦です。第3レース1次予選競争、ベテラン岩津雄介がものにして1着ゴール2着接戦です。走路は異常なし、リプレイをご覧ください。岩谷拓磨を止めながら2番岩津雄介、あとは追い込むだけでした。大外から伸びた2着争いは3番8番この両者接戦です。スーパースローをご覧ください。2着どうか、8番佐藤和信か3番の佐々木勇気か、この両者接戦です。この後の正式決定までお待ちください。3レースの模様でした。第3レース SQ1 次予選ご覧いただきました。この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。主導権鳥取選手が逃げて形になりましたね、はいはい、そこから岩津選手抜け出してというところなんですけれども、
外佐藤和信選手、外後ね、佐藤が6番手、佐々木は8番手でしたけど最終バック、そうでした、まあ、その前に4番手の岩谷が仕掛けて、はい、2着ね、外を伸びてきましたね、うん、8番と佐藤と3番の佐々木、はい、まあ、岩田は番手にあれ外もう一番見えない外ですから、はい、まあ、直線でね、岩田としてはもうそのうちの鳥取、うん、残したいところですけど、うん、そうですね、というところで2番8番3番、まあ、2着がかなり接戦となっておりましたので、この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。第3レースご覧いただきました。バンク内では第4レースの選手紹介が行われています。こちらも S 級の一次予選です。メンバーが1番青森の小原優太選手、他ご覧のメンバーによって行われます。決定1着2番2着8番3着3番、なお2着は写真を参考に判定しました。平塚競輪サンレースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式26840円、枠番連勝単式26780円、車番連勝複式2番8番5730円、車番連勝単式2番8番11140円、三連勝複式2番3番8番5880円、三連勝単式2番8番3番6万7010円、ワイド2番8番1490円、2番3番270円、3番8番980円、以上でございます。です。原選手からの人気上位となっていまして、5番2番ですか、はい、突き抜けのところが1番人気 7.3 倍となっていました、まあ、今日はそうですね、こちらメンバーが、はい、失礼いたしました、第4レースですね、はい、そして前を回るのが3番松本選手、松本秀之介選手、あとは1番小原優太選手からもそれぞれラインができていく形ですね。東北の3社です、はい、先頭任されて、まあ、スピードも光るものがあるというふうにお、ね、話も出ていましたが、この4レースどうなるでしょうか。では実況でご覧ください。選手権競輪初日のアベマ湘南バンクです。これまでこの時期に行われた平塚記念とダービーの決まり手を見ていますと、先行逃げ切りは 12% しかありません。 A 級戦ですと 20% 近くあるんですが、やはり S 級上位の戦いは先行逃げ切りは非常に厳しいデータとなっています。競争は第4レース1次予選競争です。距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番青森小原優太、2番愛媛橋本剛、3番熊本松本秀之介、4番福島佐々木雄一、5番佐賀山田秀明、6番千葉近藤隆一、7番徳島原田健太郎、8番千葉山賀雅人、9番宮城和田圭、以上のメンバーによる対戦です。ラインは3つです。花田健太郎は短期の競争、内枠の3人です。新鋭松本秀之介、1番車は小原優太、一昨年のヤンググランプリチャンピオン橋本剛は九州勢追走の競争です。相手の号令かかりました。
体制完了。号砲鳴りました。第4レース1次予選競争スタートです。内から1番小原優太、外から8番山賀正人上がっていきましたが、ここは小原優太前を取りました。3番手に2番足元剛、続いて6番近藤隆一、9番和田圭、4番佐々木雄一、3番松本秀之助7番手から5番山田秀明が続いて、最後尾7番原田健太郎です。第3コーナーです。先頭1番青森小原優太、平塚は客室が合っていますが得意バンクです。新車で走る小原優太、2番手に入る9番宮城の和田圭、近況上昇中、1番9番、そして4番の佐々木雄一が遠くライン3番手、1番9番4番、2周回目の1コーナー、中段4番手8番千物山賀正人、自在戦山賀正人に前を任せた6番近藤隆二、千葉コンビ8番6番、3番熊本松本秀之助は6番手、平塚は初めてです。2年連続2回目のダービー、センスのある機動力タイプです。松本秀之助、後ろは佐賀の実力者5番車山田秀明、ダービー決勝は2017年大会に乗っています。3番5番九州勢、九州勢追走2番愛媛橋本剛、3番5番2番です。青番を通過、第3周回1コーナー、1番後ろは7番車徳島原田健太郎、強烈なまくり足を備えています。原田健太郎、2019年大会で決勝に乗っています。原田健太郎です。第3周回バックストレッチから第3コーナー、1番小原優太先頭です。トーク勢は3人、1番9番4番、中段千葉コンビ4番手5番手、8番山賀正人、6番近藤隆一、ここで動いた3番松本秀之助、九州勢が上がっていきます。赤番を通過、小原優太突っ張るのか、松本秀之助抑えに行くも小原優太突っ張りました。一旦下がる3番松本秀之助、7番の原田健太郎切り替えて6番手、7番手引いた3番松本秀之助、体勢整いました。今ジャンが鳴っています。1番小原優太がペースダウンです。流しています。4コーナー、松本秀之助まだ仕掛けません。7番手、ここで8番の山賀正人が動いた。6番の近藤隆二がちょっと呼吸が合わない、離れた。短期で行く8番山賀正人、2番手長野はさばかれた。2コーナーからバックストレッチ、遠く勢のペースで行く。1番9番、今度は6番の近藤隆二が自力を仕掛ける。3番手長野も止まった。ここで7番の原田健太郎が仕掛ける。現在3番手から2番手に迫る。1番の小原優太先頭を粘る。後ろは9番の和田圭だ。和田圭が抜いてのゴールインです。9番1番です。4レース1次予選競争、遠く勢ワンツーです。3着も4番佐々木雄一、走路は異常なしです。リプレイをご覧ください。小原優太がペースを掴んで、マーク9番和田圭がゴール寸前捉えました。スーパースローをご覧ください。遠く勢3車上位独占となっている模様です。3着4番佐々木雄一、この後の正式決定までお待ちください。4レースの模様でした。第4レース SQ1 次予選ご覧いただきました。決定放送まで今しばらくお待ちください。誠さん、レースいかがでしたでしょう。まあ、今日はね、あの小原選手思い切っていきましたよね。あの前から突っ張り先行、しかもね2着残ってましたからね。そうですね、はい、ラインで上位独占という形になったでしょうか。ゴール戦通過は9番に1番、3着に4番佐々木雄一選手という体制に見えました。決定放送もう少々お待ちください。第4レースご覧いただきました。そして番組内では第5レースの選手紹介がスタートしました。こちらも S 級の一次予選です。メンバーが1番地元神奈川福田智也選手がご覧の9選手によって争われます。発送予定時刻は12時45分、電話投票締め切りが12時42分、民間ポータルサイト締め切りが12時40分です。選手紹介の模様をご覧いただいておりますが、またこちらは並び VTR でしっかりと確認をさせていただきます。ラインとしては3つに分かれていくでしょうか。はい、改めてお時間ご覧の通りとなっておりますので、この後ご注意ください。決定1着9番、2着1番、3着
平塚競輪4レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番伝承複式16720円、枠番伝承単式61060円、車番伝承複式1番9番720円、車番伝承単式9番1090円、三連勝複式1番4番9番1260円、三連勝単式9番1番4番2250円、ワイド1番9番340円、4番9番460円、1番4番1310円、以上でございます。さて、この後は第5レース S 級一次予選が間もなく発走を迎えます。はい、ご覧いただいておりますのが3番車畑選手の表情ですね。今日は佐々木豪選手に前を任せて、こちらが締め切り直前で10倍を唯一切るところになったんですね。3番9番が 8.4 倍のオッズ。ただここはですよ、地元勢も同者となります。1番の福田智也選手ですね、前回の小田原記念に続いての、はい、地元戦ダービーとなります。それでは第5レースを実況でご覧ください。第77回日本選手権競輪初日のアベマ湘南バンクです。少し風が出てまいりました。発表では東の風 1.5 メートルです。バンク内は2コーナーから4コーナーに向かっての風向きです。気温22度です。競争は第5レース1次予選競争第5組、距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番地元神奈川福田智也、2番和歌山東口義智、3番徳島阿竹聡、4番岡山筒井敦、5番千葉野口博、6番地元ホームバンク大塚明、7番和歌山中西大、8番奈良山本慎一、9番愛媛佐々木豪。以上のメンバーによる対戦です。3分戦です。山本慎一は短期でやるようです。福田智也、今日は野口博マークの競争です。東口義智は中西大マークの競争です。そして野口博、大塚明は難関勢3番手です。最後に東口義智、ハンドルを握って体勢完了。号砲になりました。第5レース一次予選競争スタートです。1番福田智也前を取りました。続いて2番東口義智、4番が筒井敦、6番大塚明、8番山本慎一、3番阿竹聡、9番佐々木豪、7番中西大、1番後ろは5番野口博です。バックストレッチから3コーナー、地元勢が前にいます。野口博士が上がっていきました。今大会は神奈川勢は8人の出場です。このレースは2人乗りました。福田智也と大塚明、そして野口博士前に入ります。3年連続のダービー、タフネスさを武器に大きなエンジンで攻勢をかけます。野口博士マーク1番福田智也、ウィナーズカップで決勝に乗りました。3番手固めるホームの大塚明、嬉しいホームバンクのダービー出場です。4番手7番車和歌山の中西大、豪快に攻めていく中西大、現在4番手、後ろは同県和歌山2番東口義智、昨年のダービー決勝に乗っています。東口義智7番2番和歌山勢、8番奈良の山本慎一は和歌山勢と連携せず短期で行くようです。現在6番手、7番手9番愛媛の佐々木豪、パンチ力のあるまくりが勝ちパターン、9番車佐々木豪、後ろは3番徳島阿竹聡、
3番9番二社単が一番人気でした。第3周回1コーナー4番岡山筒井敦がここは中四国ラインの3番手です。9番3番4番周回は第3周回2コーナーからバックストレッチ、先頭5番車野口博士、1番福田東美也、3番手6番の大塚明、5番1番6番南関勢、ここから動いたのは9番佐々木豪です。中四国ラインが上がっていきます。外から押し上げる9番佐々木豪も一旦中段で止まりながらさらに車を上げていきます。今赤番を通過、野口博士は突っ張ろうとしていますが9番佐々木豪が強引に抑えていきます。2コーナー5番の野口博士叩かれて2番手内に詰まって下がって3番手、さあここで4番筒井敦が離れています。ここでジャンデススパートは7番中根地帯力強く踏み込んで主導権を握りました。7番2番8番の山本慎一も続く、近畿勢3社7番2番8番残り1周を切って1コーナー9番佐々木豪中段4番手、ここがベストポジション、9番佐々木豪、そして5番の野口博士は6番手です。2コーナーからバックスイッチ、巻き返しを図る5番の野口博士、短期で上がっていく、現在4番手も上がって2センターから4コーナー、7番のここは中西さんがペース、後ろは2番の東口義智です。東口義智、8番山本慎一、2番8番3番あたり、第5レース1次予選競争中西大が行きました。後ろの東口義智と山本慎一が追い込んでいます。走路異常なし、リプレイをご覧ください。野口博士もまくりで仕掛けたんですが止まりました。2番8番3着突っ込んだ3番畑聡、スーパースローをご覧ください。東口義智と山本慎一2番8番3着3番畑聡のようです。後ほどの正式決定までお待ちください。5レースの模様でした。第5レース S 級の一次予選をご覧いただきました。決定放送まで今しばらくお待ちください。ゴール戦2番東口選手が1着で通過していたでしょうか。レース誠さんいかがでした。やはり、ね、野口突っ張ろうとしたんですけども、まあ、そこを強引に、ね、キエバの佐々木を抑え切った、うん、ただそこのところに、ね、足使いましたよね、うん、なので足を溜めていた7番の中西が一発ね、うん、ジャンから一気に行きましたので、はい、東口良かったですね。そうですよね、はい、あと短期の、ね、山本もね、はい、それに乗っていきましたよね。2番8番あとは3着に3番畠選手も最後伸びていたでしょうか。決定放送まで今しばらくお待ちください。第5レースご覧いただきました。そしてバンク内では第6レースの選手紹介が行われています。こちらも S 級の一次予選です。1番三重の皿谷豊選手、他ご覧の9選手によって争われます。第6レースの発走予定時刻は13時20分、電話投票の締め切りが13時17分、民間ポータルサイト締め切りは13時15分となります。また並びは VTR で確認をさせていただきます。決定1着2番2着8番3着3番平塚競輪5レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式26930円、枠番連勝単式26480円、車番連勝複式2番8番1970円、車番連勝単式2番8番3070円、3連勝複式2番3番8番3330円、3連勝単式2番8番3番1万3090円、ワイド2番8番560円、2番3番270円、3番8番750円、以上でございます。ただいま
この後は第6レース S 級の一次予選競争が迎えます。関東馬の内側選手の表を見ていきましょう。ご覧いただいておりますのが9番埼玉の宿口洋一選手ですね。集中している様子ご覧いただいておりますね。今日は人気のところ締め切り直前でもこの9番車宿口選手からの人気が詰まっていました。9番2番突き抜けのところですね、後ろに柿原選手、はい、ここがライン3車となります。先頭回っていくのが6番車菊池武人選手です。菊池選手といえばこの平塚のヤンググランプリ制してという形でしたね。未だ記憶に新しいんですけれど、今日はライン先頭での戦いとなっていきます。その他に1番サラヤ選手から、あとは3番伊藤相馬選手から、そして4番川端智之選手からそれぞれラインができていきます。駒切れ戦です。どのような展開となるでしょうか。それでは第6レース S 級一次予選実況でご覧ください。77回日本選手権競輪初日のアベマ湘南パックです。これまでのこの時期に行われた2013年からの平塚記念とダービーの1着と2着の決まり手を見ていますと、マクリマークが81回、ほぼラインのワンツー決着です。続いてサシサシ67回、ここはすり違い。3番目がマクサシ50回とここもほぼすり違いの決着択となっています。競争は第6レース一次予選競争第6組です。距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーをご紹介いたします。1番三重サラヤユタ、2番埼玉久喜原博士、3番沖縄伊藤相馬、4番岡山川端智之、5番熊本中本諸翔英、6番長野菊池武人、7番山口桑原大志、8番三重柴崎敦史、9番埼玉宿口洋一、以上のメンバーによる対戦です。4分戦の第6レース一次予選競争です。内枠の3人です。ブレイク中伊藤相馬3番車、自足タイプは1番サラエ豊、久喜原博士をライン3番番手を固めます。発走いたします。そして昨年ヤンググランプリ覇者菊池武人6番車、体制完了です。号砲なりました。第66レース一次予選競争スタートです。ここは2番の久喜原博士が上がっていくようです。2番手から1番サラヤ豊、3番は伊藤相馬、4番川端智之、5番中本翔英、9番宿口洋一、8番柴崎敦史、7番桑原大志、最後尾6番菊池武人です。第3コーナーです。先頭2番埼玉久喜原博士、昨年のダービーが G1 初出場でした久喜原博士、その前に9番の埼玉宿口洋一が入ります。関東の大将平原浩選手の欠場でタイトルホルダーとして関東勢を引っ張っていきたい宿口洋一、その前に6番車菊池武人入ります。2周回目の1コーナー、昨年のヤンググランプリ覇者、その後は怪我もあってまだ完調ではないようですが、長野の先行タイプです。菊池武人6、9番2番の関東ラインです。三重の皿谷豊は中段4番手から、マークは8番車同じく三重柴崎敦史、当地67周年記念の覇者です柴崎敦史、1番8番三重コンビ、3番沖縄東相馬が6番手、 G1 初勝利が昨年のダービーでした。ライン重視の先行型伊藤相馬、後ろは5番車熊本の中本翔英です。現在198勝中本翔英、当地は7年ぶりです。3番5番ここは九州勢、4番の岡山川端智之は8番手に待機、2年ぶりの登場です川端智之、つぼにはまれば一発があります。川端智之マーク7番車、山口のベテラン桑原大志、ここは2017年のグランプリを走っています。299勝桑原大志、第3周回2センター、
4番川端智之が上がります。4番7番7番中国コンビです。押し上げる中国勢、先頭6番菊池武人、赤番を通過1コーナー、菊池武人は突っ張らず一旦下げました。ここで3番の伊藤相馬が動いていきます。3番5番九州勢が上がって2コーナー、1番皿屋豊が今度は伊藤相馬を叩いて、三重コンビがジャンで先頭、1番8番3番手引いた3番伊藤相馬、ここで6番の菊池武人がかましていく体勢です。3番車伊藤相馬外に振る、6番の菊池武人の出足を止めた、残り石を切っての1コーナーです。3番伊藤相馬、6番菊池武人のダッシュを止めて2コーナーからバックストレッチ、逃げているのは1番皿屋豊が番手、8番の柴崎八の三重1番8番200を切る第3コーナー、 3番の伊藤相馬が2センターから動いた、4コーナー丸外に振りながら8番柴崎八、さあ直線伸びていくのは8番の柴崎八、して5番車が伸びた、この両者接戦です。中本翔英と柴崎八です。この両者接戦となりました。6レース1次予選競争、走路は異常なしです。リプレイをご覧ください。三重勢が行って番手から8番柴崎敦史、外から伸び5番中本翔英、スーパースローをご覧ください。柴崎敦史か中本翔英か、この両者接戦です。わずかに8番大勢勢有利かどうか、3着7番桑原大志が入っているです。後ほどの正式決定までお待ちください。6レースの模様でした。第6レース S 級一次予選をご覧いただきました。この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。1着でゴール接戦通過は8番車柴崎敦史選手でしょうか。レースは誠さんいかがでしたか。そうですね、思い切っていったのが、ね、1番の皿屋選手でしたからね、はい、まあ、伊藤相馬選手ね、位置取ってたんですけども、やはり、番手を回った8番の柴崎選手がね、早めに踏み込んだので、ちょっと外を振ったところを5番の中本選手も伸びてきましたね。そうでしたね。関東もちょっと苦しい展開になりましたね、はい、はい、ということでゴール戦通過が8番5番7番という体制でしょうか。この後の決定放送までもう少々お待ちください。第6レースご覧いただきました。バンク内では第7レース選手紹介が行われています。こちらも S 級の一次予選競争です。メンバーは1番福井寺崎光平選手がご覧の選手によって争われます。発送予定時刻は13時55分、電話投票締め切りが13時52分、民間ポータルサイト締め切りが13時50分となります。この後のお時間にはご注意ください。1番2着5番3着7番、なお1着は写真を参考に判定しました。平塚競輪6レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式46480円、枠番連勝単式64870円、車番連勝複式5番8番4890円、車番連勝単式8番5番1万1850円、三連勝複式5番7番8番1万6480円、三連勝単式8番5番7番10万1300円、ワイド5番8番1440円、7番8番3250円、5番7番1300円、以上でございます。続いては第7レースです。人気が集まりましたのは7番車中川選手です。今日は近畿のライン寺崎選手に前を任せての競争となっていきます。
締め切り直前のオッズでは7番1番で 5.7 倍、そして7番4番突き抜けというところで 8.7 倍の人気になりました。その前を任せる寺崎選手の様子もご覧いただいております。12月のヤンググランプリ以来のトーチ参戦となってきます寺崎選手です。対していくのが3番の島川選手、そして9番車の長嶋大輔選手です。3対3対3の3分戦となりそうです。第7レース一次予選競争もう間もなく発走となります。ここからは実況でご覧ください。輝かしい歴史と伝統を日本選手権競輪平塚競輪巡業は6回目の開催となっています。番組は第7レース一次予選競争、距離はバンク5周2025メートルです。風向きは東に変わって 1.5メートル、2コーナーから4コーナーに向かっての風向きです。それでは対戦面メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番福井寺崎光平、2番茨城横山久典、3番徳島島川雅樹、4番京都稲垣博之、5番愛媛渡辺哲夫、6番宮城阿部力也、7番大阪稲川翔、8番岡山三宅家達也、9番栃木長嶋大輔。以上のメンバーによる対戦です。予選競争第7組です。3分戦となりました。寺崎光平と島川雅樹、アグレッシブに戦う2人の対戦。真ん中2番横山久典は関東勢や長嶋大輔の手です。そして本命はこの人、中翔です。寺崎光平マークの競争となりました。発送いたします。構えての号令です。体制完了。号砲になりました。第7レース一次予選競争スタートです。1番寺崎光平が上がりました。2番手から2番横山久典、3番が島川雅樹、4番稲垣博之、7番稲川翔、6番が阿部力也、5番渡辺哲夫、アウトコースから上がる9番長嶋大輔、続いて8番三宅達也です。先頭は第3コーナー1番福井寺崎光平です。2年ぶり2度目のダービーです。 GM は昨年のオールスターで決勝に乗っています。寺崎光平です。後ろには7番車大阪稲川翔が行きます。ダービーや決勝に2度乗るなどいつも好成績のタイトルホルダー稲川翔、その3番手に入って4番京都稲垣博之、19大会連続19回目のダービー、この人もタイトルホルダー、1番7番4番ここは近畿トリオ、4番手から9番栃木長嶋大輔、前場所の F1 で完全優勝、準決勝は久々の先行逃げ切りを決めるなどいい感じでここに乗り込んできました。長嶋大輔マーク2番車茨城の横山久典、ダービーは4年ぶり9番2番この土地馬勢に6番宮城の阿部力也がつくようです。9番2番6番です。3番徳島島川雅樹は後ろ攻め7番手から、ダービー前回大会は3度確定馬に乗っていました。3番島川雅樹、前走武雄記念は4レースすべてバックを取る競争です。5番車愛媛の渡辺哲夫マークです。3番5番そして8番の小山のベテラン三宅達也が続いて、ここは3番5番8番中四国ラインです。第3周回3コーナーから2センター、まだ動きはありません。先頭1番寺崎光平です。動いた3番島川雅樹、中四国ラインが押し上げていきます。ちらっと後ろ見た1番寺崎光平どうするのか、赤番通過1コーナー、寺崎光平は一旦引きました。中四国ラインが前に出て、これで9番長嶋大輔中段に上がりました。1番車寺崎光平一旦7番手に引きます。向こう上面です。今ジャンが鳴って第3コーナー、
3番島川雅樹流して2センターから4コーナー、1番忠崎光栄がここからかましていく体勢です。一気にいく1番忠崎光栄ですが、前のペースは上がった。3番島川雅樹がペースを上げる。1番の忠崎光栄一段中段に休みながらもう一度踏み込んでいく。セカンドアタックになった1番の忠崎光栄、3番の島川雅樹を捉えて先頭に立った。ぴったりマーク7番の稲川翔、4番稲掛宏之も続いて形勢逆転。4コーナー丸車間を切って7番の稲川翔、1番寺崎光平先頭、外から9番車が伸びてきた長島大輔。大外教習一気に伸びてきました。9番長島大輔です。9番7番2番あたり走路は異常なしです。リプレイをご覧ください。寺崎光平をかばいながら稲川翔だったんですが、外から一気に来たのは9番長島大輔です。スーパースローをご覧ください。9番7番3着2番横山久典のようです。この後の正式決定までお待ちください。7レースの模様でした。第7レース S 級1次予選をご覧いただきました。最後は9番車長島大輔選手、伸びてきていたでしょうか。決定放送まで今しばらくお待ちください。琴さん、レースはいかがでしたでしょうか。そうですね、寺崎もね、スピードよくかましていったんですけども、長島選手良かったですね。足を貯めてね、4コーナー伸びてきましたね。そうでしたね。そのまま9番7番で横山選手も2番連れ込んでというところに見えましたが、決定放送をもう少々お待ちいただければと思います。第7レース S 級の1次予選をご覧いただきました。そしてバンク内では第8レース選手紹介が行われています。こちらも S 級1次予選です。1番広島町田大河選手をはじめご覧の9選手によって争われます。発送予定時刻が14時30分、電話投票の締め切りが14時27分、民間ポータルサイト締め切りは14時25分となります。この後のお時間ご注意ください。選手紹介ご覧いただいておりまして、ラインが3つに分かれていくでしょうか。また後ほど VTR で確認していきます。決定1着9番2着7番3着2番。平塚競輪7レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番伝承複式56570円、枠番伝承単式65080円、車番伝承複式7番9番710円、車番伝承単式9番7番1420円、3連勝複式2番7番9番1120円、3連勝短式9番7番2番5870円、ワイド7番9番230円、2番9番400円、2番7番420円。以上でございます。この後は第8レースですね。 S 級の1次予選競争が発走を迎えます。ご覧いただいておりますのが今日町田選手の番手を回っていきます。5番、徳島の小倉隆二選手です。前回優勝を果たしての本シリーズ、この日本選手権競輪登場となります。肩を叩いて気合が入っていました。そしてその前あるのが町田タイガー選手ですね。今回またちょっと髪色変えてたんだよね。そうなんですよね。金髪ね。どなたか分からなかったです ね。ちょっと今とか部長と分からないんですがそうですね、はい、では第8レースを実況でご覧ください。第77回日本選手権競輪初日のアベマ湘南バンクです。精鋭が繰り広げるダービーの激闘が続きます。風が風速が増してまいりまして、発表では東の風2メートルです。2コーナーから4コーナーに向かっての風向きです。競争は第8レース1次予選競争、距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーをご紹介いたします。1番広島町田大河、
2番静岡岡村淳、3番青森坂本隆、4番北海道菊池慶翔、5番徳島小倉隆一、6番静岡新田寿人、7番宮城阿部拓馬、8番栃木橋本瑠衣、9番徳島高原仁、以上のメンバーによる対戦です。3分戦の8レース1里予選競争です。人気は中四国勢でした。町田大が登場です。群を抜く先行意欲で戦う広島の逸材です。発走いたします。マークはこの人小倉隆一、四国の徳島のファイターです。体制完了。号砲になりました。第8レース1次予選競争スタートです。ここは7番阿部拓馬前を取りました。続いて4番菊池慶翔です。2番が岡村淳、1番町田大河は現在3番手付近、5番が小倉隆一、6番新田康人、9番高原仁、3番坂本隆、最後尾8番橋本瑠衣です。前を取ったのは7番宮城の阿部拓馬です。ダービー2年ぶりの出場。外から上がっていく3番青森坂本隆、スマートに仕掛ける坂本隆、自力タイプ、前に入っていきます。東北勢、北日本勢が前段3番7番、そして4番菊池慶翔が3番手、3番7番4番、2周回目の1コーナー、注目の1番広島町田大河は4番手から、2年連続2回目のダービー、物おじしないメンタルで攻める姿勢を貫いていきます。大化けする可能性高い1番車町田大河、マークは5番車徳島小倉隆一、技と気持ちの強さを併せ持つクロート好みのマーク選手です。タイトルホルダー小倉隆一、1番、そして9番徳島高原仁が中四国ライン3番手、1番5番9番、 8番栃木橋本瑠衣は7番手から、113キロ在庫1位、 GM 初出場のスプリンターです。8番橋本瑠衣7番手、師匠は当バンクのバンクレコード保持者新井貴弘選手、マークは2番車静岡岡村淳、平塚得意バンク、そして7年ぶりにダービー登場、6番車新田康史、8番2番6番9番です。静岡の2人が8番橋本瑠衣との連携、大周回バックストレッチ、ここで8番の橋本瑠衣が上がっていきます。 1番町田大河を抑えました。2センター4番手並走、8番の橋本瑠衣、インコース1番の町田大河、町田大河引きません。第3周回4コーナーを回ってホームストレッチ、前段が北日本勢、先頭3番坂本隆、赤番風化、8番橋本瑠衣、まだ1番の町田大河を抑え込んで、ようやく引いた1番町田大河7番手、打賞周回2コーナー8番の橋本瑠衣が行きます。3番坂本隆は下がったところで1番の町田大河ジャンで行きます。橋本瑠衣も踏み込んでいく、橋本瑠衣がここは先行争いを挑んでいくが、4コーナー回って1番町田が先頭に立っていく、そして9番高原仁志が一瞬離れて現在4番手にいる、8番の橋本瑠衣が3番手に入って、今2コーナーからバックストレッチ、2コーナーから強引にまくろうとしますが、一射も出ない、橋本瑠衣出ません。9番の高原仁志が3番手です。2センターから今4コーナーに向かっていく、1番町田大河先頭で帰る、後ろでガードする5番の小倉隆二、4コーナー丸町田大河が船をして先頭ゴール、1番5番です。そして2番あたり、8レース1次予選競争、町田大河持ち味発揮、見事な逃げ切り、走路は異常なし。リプレイをご覧ください。本日初めての先行逃げ切りが出ました。スーパースローをご覧ください。1番5番3着外から2番の岡村淳が入っていくようです。後ほどの成績決定までお待ちください。8レースの模様でした。第8レース SQ1 次予選ご覧いただきました。振り切ってる模様ですね、町田大河選手。この後の決定放送までお待ちください。誠さん、レースいかがでしたでしょう。そうですよね、8番の橋本がやりがありましたよね、うん、しっかり蓋しておいて自分の、逃げるタイミングから行って、はい、あとは3番手入ったんですけども、また2コーナーからね
すかさず伊賀田強かったんですけども、それ以上に町田選手が強かった、はい、そうですね。で切って駆けて、ね、後ろ小倉隆二選手でしたけれども、はい、そのまま押し切ってという形に見えました。ゴール戦通過が1番5番3着にその橋本選手の後ろにいた岡村純選手ですかね。1番5番2番という体勢に見えましたが、決定放送までお待ちください。第8レースご覧いただきました。そしてバンク内では第9レース、こちらも S 級の一次予選競争選手会が行われています。地元勢登場となります。1番車地元神奈川、松井光雄選手をはじめご覧の9選手によって争われます。発送予定時刻が15時10分、電話投票締め切りは15時7分です。決定1着1番2着5番、3着2番。平塚競輪81レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番伝承複式14180円、枠番伝承単式14370円、車番伝承複式1番5番180円、車番伝承単式12番5番350円、三連勝複式1番2番5番900円、三連勝単式1番5番2番2130円、ワイド1番5番120円、1番2番460円、2番5番460円。以上でございます。第9レースも S 級の一次予選競争が行われます。地元勢3社登場となります。先頭が1番松井光雄選手ですね。ご覧いただいておりますが、どうでしょう。ここは先頭で、あ、松坂選手も気合が入ってますね。息を整えてというところです。安定。そしてその3番手は9番内藤秀久選手、もうちょっとまでか、そこだ、はい、いらっしゃいますね。この内藤選手も、そして松井光雄選手も前回小田原 G3 走って地元戦続いています。あとは2番車坂本健太郎選手もご覧いただいておりますね。今日は伊藤朝日選手の番手でのレースとなります。それでは地元勢にもご注目いただきながら、第9レース実況でご覧ください。このバンクコンディションの下で繰り広げるダービーの激闘。第77回日本選手権初日のアベマ湘南バンクは第9レースを迎えます。競争種目は一次予選競争、距離はバンク50、2025メートルです。気温は21度です。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番地元ホームブック松井光雄、2番福岡坂本健太郎、3番岡山片岡雄志、4番地元ホームバンク松坂洋平、5番広島大川隆二、6番茨城山口翼、7番熊本伊藤朝日、8番東京佐藤真一、9番地元神奈川内藤秀久。以上のメンバーによる対戦です。4分線の第9レース、地元勢3人乗りました。ロケットスタートを敢行する1番車松井光雄、集中力を高めます。そしてマーク4番この人、松坂洋平発走いたします。さらには内藤秀さん、3番手を固める強固なラインを築く地元トリオリオです。体制完了、号砲になりました。第9レース一次予選競争スタートです。1番松井光雄が上がって、外から8番佐藤真一も上がりますが、
さらには5番大川路も上がっていきます。ここは松井幸雄は下がるんでしょうか。大川隆二が抑えていきますが、松井幸雄下げました。ここで2番の坂本健太郎が上がります。8番佐藤真一がいて、外に4番松坂洋平、9番内藤秀久、3番片岡雄志、6番山口翼、一番後ろから上がる7番は伊藤朝日です。1周回目の4コーナーを回っています。先頭2番の坂本健太郎です。2周回目に入りました。7番の新鋭熊本伊藤朝日が上がってまいりました。 G1 初出場、来季は一般に勝半です。成長度の高い新鋭伊藤朝日前に入りました。しっかりと自身の走りをアピールしたいところ。マーク2番車近況天下抜群の福岡塚本健太郎、7番2番九州勢、3番手の位置が1番地元松井幸雄です。これまでのホームの走りは9割バックを取っています。後ろは4番車松坂洋平、そして3番手固める9番内藤秀久、イブシキン内藤秀久、3番手の仕事はお手の物です。1番4番9番地元勢、第3周回に入ります。6番手6番車茨城の山口翼、嬉しい G1 初出場です。後ろは8番車東京佐藤真一、9年ぶりのダービー出場、48歳、まだまだやれるところを見せて使いました。関東勢6番8番3番片岡雄志が現在8番手から動きを見せました。ダービー初出場、そして5番の広島大川隆二もダービー初出場です。3番5番ここは中国の2人が上がっていきます。第3周回4コーナー、先頭は7番の伊藤朝日、7番2番九州勢が前段、3番の片岡雄志が3番手で止まって、松井幸雄を牽制しながらさらに車を進めていく。今度はアウトコースから関東勢が行った。打掌周回第2コーナー、6番の山口翼が前を切って、6番8番関東ライン、そして1番の松井幸雄が行きます。今ジャンが鳴って残り1周半、地元のトリオが行って、7番の伊藤朝日が4番手に追い上げる。4番手はポジション争いとなった並走で、1番の松井幸雄がペースを掴んでいく。番手4番の松岡洋平、3番手固める9番内藤秀久、残り1周を切って今第2コーナー、中段の争いは7番の伊藤朝日が取りました。後ろは2番の坂本健太郎がいる。さあ残り 200m を切ってラストスパート、1番松井幸雄加速する。番手4番松坂洋平、7番伊藤朝日まだ4番手動けず、4コーナー回る。1番松井幸雄踏み直す、粘る。4番松坂洋平追い込みました。地元トリオ上位独占、松坂洋平が追い込んで粘った1番松井幸雄、そして9番内藤秀久です。9レース1次予選競争、松井幸雄の思い切った逃げソロですが、異常なしのようです。それでは9レースリプレイをご覧ください。地元トリオしっかりと強固なラインを築いたまま、ワンツースリーです。スーパースローをご覧ください。1着4番松坂洋平のようです。粘って松井幸雄、4番1番9番のようです。この後の正式決定までお待ちください。9レースの模様でした。第9レース S 級1次予選ご覧いただきました。この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。地元勢でライン上位独占となったでしょうか。誠さん、レースいかがでしたでしょう。やはりね、あの1番の松井がね、まあスタートの位置からこだわってましたけども、うん、しっかり先行して、番手を回った松坂が抜いてという感じでしたよね。内藤も打ち締めてと、ライン上位独占、お見事でしたね。見事でしたね、はい。なんかこうたくさんの声援もどうやら飛んでいたようですけれどもね、はい、歌える形になったでしょうか。はい、ゴール戦通過は川下の4番1番9番という体勢に見えました。決定放送まではもう少々お待ちください。第9レースご覧いただきました。そして第10レースバンク内で選手紹介が行われています。この第10レースが S 級1次予選最後の組となります。1番徳島犬伏ゆいや選手をはじめ、ご覧のメンバーによって争われます。発送予定時刻が15時50分、電話投票締め切りが15時47分、民間ポータルサイト締め切りは15時45分が締め切りの時間となります。選手紹介はまた後ほど VTR で確認していきましょう。決定1着4番2着
1番、3着、9番。平塚競輪9レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式14200円、枠番連勝単式41540円、車番連勝複式1番4番230円、車番連勝単式4番1番640円、3連勝複式1番4番9番320円、3連勝単式4番1番9番1030円、ワイド1番4番160円、4番9番260円、1番9番200円、以上でございます。一次予選最後の組となりますね、うん、はい、ご覧いただいておりますのが犬伏優也選手です。モグレードレースでも活躍していますけれども、ダービーは初登場なんですよね。ちょっと緊張感も漂うような表情をご覧いただいております。そして人気のところはこの7番車、番手を回る香川雄介選手との組み合わせですね。1番7番が 2.4 倍、この香川選手がかわしたところの7番1番では締め切り直前 5.9 倍のオッズとなっていました。あとはここ前々に踏んでくるのは5番の渡辺和成選手か、あとは3番野田源一選手のお話も出ていましたね。その他6番牧田秀彦選手からもそれぞれラインができて細切れ戦となっていきます。それでは第10レースここからは実況でご覧ください。第77回日本選手権競輪初日のアベマ湘南バンクです。質の高い攻防が続いています。番組は第10レース一次予選競争最終組です。本日の一次予選の最終組、距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番徳島犬伏優也、2番宮城竹内智彦、3番福岡野田源一、4番香川福島武史、5番福島渡辺和成、6番千葉牧田秀彦、7番香川雄介、8番千葉佐藤武史、9番福岡柳爪正弘、以上のメンバーによる対戦です。初日一次予選競争最終組です。4分戦となりました。注目はこの人、新鋭犬伏優也です。発送いたします。ダービー初出場です。どんなパフォーマンスを見せますか。対抗する渡辺和成と牧田秀彦、体制完了。号砲になりました。第10レース一次予選競争スタートです。ここは6番牧田秀彦上がって、続いて8番佐藤武史、千葉勢が行きました。その後ろは車間が空きました。やや牽制し合いながら3番手以降大きく空きました。5番の渡辺和成、その内から1番犬伏優也ですが、渡辺和成が車を進めていきます。続いて3番野田源一、内に1番犬伏優也は現在4番手から、7番の香川雄介がいて、4番福島武史、2番竹内智彦、そして最後方に9番柳爪正弘、前段千葉コンビ誘導に追いついています。千葉の2人、6番牧田秀彦、そして8番の千葉佐藤武史、 G1 初出場8番佐藤武史、2周回目の1コーナー、
5番渡辺和成が現在3番手。タイトルホルダー渡辺和成、ダービーは11大会連続出場。ここから2番の竹内智彦上がってまいりまして、3番手4番手が東北勢となります。5番2番です。1番犬伏雄也は5番手です。3月の大垣記念は王者古性優作に先着しました。価値ある記念初優勝を飾っています。そして初出場のダービー、ここから一気にスターダムに駆け上がっていきたいところ。さあマークは7番車ベテラン香川雄介。稲塚ダービー前回大会決勝に乗っています。香川雄介24回目のダービー、犬伏とは連携相性のいい香川雄介。1番7番4番福島たけしがこのライン3番手、ダービー初出場です。アウトコースから動くのは3番福岡の野田源一です。続いて9番柳詰正弘、ダービー初出場柳詰正弘、3番9番福岡コンビがゆっくりと上がっていきます。先頭は千葉コンビ6番8番福岡勢を抑えに行きました。今赤番を通過して1番犬伏雄也、さあ動いていきます。打賞周回1コーナーです。さあ切らせない千葉コンビが前々に踏んでいきます。1番の犬伏雄也が上がっていくが、ここは6番の牧田秀彦がペースを上げた。犬伏雄也を出させないのか、ジャンが鳴って2センター。犬伏雄也2番手の外に浮いていく形でもう一度踏み込んでいく。さあ千葉勢が抵抗しますが、犬伏雄也が叩いていきます。7番の香川雄介一瞬離れるも2番手追いつく。4番の福島武史が3番手、1番7番4番、さあペースを上げていく犬伏雄也。1番7番4番のここは四国トリオ、ここで8番の佐藤大竹が4番手、5番の渡辺和成が現在3番手から2番手に迫ってきた。渡辺和成4コーナー丸、1番の犬伏雄也が踏み直すも粘るも7番手の香川雄介、香川雄介が捉えました。10レース1次予選競争、粘って1番犬伏雄也、7番1番あたり、そして5番渡辺和成、走路は異常なしのようです。それでは10レースリプレイをご覧ください。千葉勢に合わされましたが、叩き返して犬伏雄也、マークベテラン7番香川雄介捉えました。スーパースローをご覧ください。粘って犬伏雄也、7番1番のようですが3着どうか。まくってきた5番の渡辺和成が3着に入っている感じです。この後の正式決定までお待ちください。10レースの模様でした。第10レース SQ11 予選ご覧いただきました。この後の決定放送までお待ちください。香川選手がかわして犬伏選手とワンツー決まっていたでしょうか。レース誠さんいかがでしたでしょう。そうですね、牧田に、ね、突っ張られましたけどもね、しっかり犬伏長い距離もがいて2着お見事でしたね。あとはね、7番の香川もしっかりかわしてっていう感じでしたから、はい、はい、あとは外渡辺和成選手届いていたでしょうか。はい、決定放送まで今しばらくお待ちいただければと思います。第10レースをご覧いただきました。そしてバンク内では第11レース、このレースが S 級特別選抜予選が行われます。今日初日はこの特別選抜予選は一組のみ争われる形ですね。メンバーが1番福井の秋元優太選手をはじめご覧の9選手によって争われます。初予定時刻が16時30分、電話投票締め切りが16時27分、民間ポータルサイト締め切りが16時25分となります。この後のお時間にご注意ください。では放送機ください。決定1着7番2着1番3着5番。平塚競輪10レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式1号
160円、枠番連勝単式51560円、シャバン連勝複式1番7番、160円、シャバン連勝単式7番1番、600円、三連勝複式1番5番7番、910円、三連勝単式7番1番5番、4310円、ワイド1番7番、130円、5番7番、540円、1番5番、330円。以上でございます。この後は最終11レース、 S 級特別選抜予選、もう間もなく発走となります。1着から3着の選手がゴールデンレーサー賞に進出となります。4つに分かれていきますが、なんといっても中心は脇本雄太選手、お話も出ていました。あとは吉田拓也選手が今日増木選手に任せて、まあ、どういった組み立てとなるでしょうか。はい、最後に脇本選手の表情をご覧いただきまして、それでは第11レース実況、久保山吉太郎さんでご覧ください。本日は最終レースまでのご観戦誠にありがとうございます。第77回日本選手権競輪初日のアベマ湘南バンクは最終レースを迎えています。競争種目は第11レース特別選抜予選競争です。距離はバンク5周2025メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番福井脇本雄太、2番茨城吉澤純平、3番山口清水博人、4番茨城吉田拓也、5番福島成田和也、6番福島小松崎太一、7番栃木増木匠、8番福岡園田匠、9番大阪古生優作。以上のメンバーによる対戦です。3着までがゴールデンレーサー賞に進出します。準決勝の切符が同時に手に入るというアドバンテージを得ることができます。タイトルダーが6人乗りました11レース。さあまずはこの人、今日のトリを務める脇本雄太、偉業達成という言葉が当たり前になっています。集中力は高めます、脇本雄太。そして臨海一のホットラインを形成、古生優作、もちろん今日もマークしていきます。発走いたします。発走準備整いました。9名構えての号令かかりました。体制完了です。号砲になりました。第11レース特別選抜予選競争スタートです。まず上がったのは5番車成田和也です。続いて6番小松崎太一、福島勢前を取りました。3番手からは3番清水博人、1番脇本雄太は4番手から、続いて9番古生優作、8番が園田匠、2番吉澤純平、4番吉田拓也、最後尾7番増木匠、関東勢後ろ攻めです。先頭は2センター、福島コンビは前に6番小松崎太一入ります。機動力の高い大型万能選手小松崎太一、マーク5番成田和也、2012年熊本ダービーの覇者です。福島勢6番5番2周回目に入りました。3番山口清水亮人は3番手から、ダービー3大会連続ファイナル進出、アグレッシブに攻めるヒットマン清水亮人は3番手、マーク8番車福岡の園田匠タイトルホルダーです。3番8番1番注目脇本雄太は現在5番手からです。次はどんな記録を作っていくのか。まずはダービー3度目の制覇へ、1番車脇本雄太、マーク9番車古生優作、脇本雄太へのリスペクトがさらに強まった全日本選抜のファイナルでした。1番9番近畿勢です。そして関東勢後ろ攻め、7番車増木匠現在7番手、第3周回に入りました。ダービーは2大会連続ファイナル進出、同型の選手から一目置かれる選手になりました。惚れ惚れするほどの先行力を身につけて、脇本雄太にぶつかっていく7番車増木匠、マークは4番車タイトルホルダー吉田拓也です。
マスギとは昨年の野本新農杯準決勝以来の連携。その後ろ固める2番車茨城吉澤純平、7番4番2番土地場勢動きました。さあ7番車マスギ拓海が上がって1番脇本雄太が下がります。2番赤番を通過するところ、マスギ拓海脇本雄太を警戒しながら車を上げて、福島勢は下げるのか。ダッシュ周回2コーナー下がった福島勢、3番車清水博人は4番手に上がって、1番脇本雄太がここから仕掛けていきます。さあジャンマイから早くも1番の脇本雄太が仕掛けていくも、これは7番の増上拓海がペースを上げる。脇本雄太現在4番手の外に浮いた。さあここは途中までのペースになった。1番の脇本が一旦下がって、ここは6番手に入った。迎え入れた9番古性優作。さあ7番の増上拓海飛ばす。番手4番の吉田拓也いつも でも出ていく構えだ。3番の清水博人がまぐる。1番の脇本雄太まだ後方だ。3番清水博人3番手に攻める。番手から出る4番吉田拓也、番手から出た吉田拓也だ。そして外から3番が突っ込んで4番3番吉田拓也番手から出ました。追い上げてきた3番清水博人、4番3番2番あたり脇本雄太は仕掛けどころを知ってしまった。リプレイをご覧ください。ソロは異常なしです。増上拓海の思い切った逃げ、スーパースローをご覧ください。4番吉田拓也、3番清水博人、内に2番吉澤純平、この3人がワンツースリーのようです。この後の正式決定までお待ちください。11レースの模様でした。第11レース S 級特別選抜予選ご覧いただきました。この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。レース誠さんいかがでしたでしょうか。増上選手がね本当にいいタイミングでかけましたよね。なのでちょうど、スピードがあったところで、脇本選手行ったのでなかなかできれませんでしたからね。なるほど、はい、ちょっと外もかぶってましたしね、小松崎選手、ねはい、ラインもいてというところですが、では放送機ください。決定1着4番、2着3番、3着2番。平塚競輪11レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番伝承複式342,470円、枠番伝承単式436,010円、車番伝承複式3番4番4,250円、車番伝承単式4番3番7,290円、3連勝複式2番3番4番2970円、3連勝単式4番3番2番1万8410円、ワイド3番4番1280円2番4番450円2番3番2020円以上でございます。